どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの SPG アメックスですね、マリオットボンボイホテルのオファーですね、来ておりますので、本日ね動画も更新しているんですけども、本日の2本目のですね動画ねやっていきたいと思います。こちらね SPG アメックスクレジットカードということで、今日出てるね動画、こちらはですねマリオットボンボイ側のねオファーって言った形、まあプロモーションですね、なるわけなんですけども、本日のねこちらの動画ではですね、このアメリカンエクスプレスのオファーということで、ちょっとね分かりづらいかなと思うんですけども、今回ねポイントでのキャッシュバックではなくてですね、現金でのキャッシュバックっていう風になりますんで、これからですねマリオットボンボイホテルね宿泊される方はですね、お得になるのではないのかなという風に思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。またですね、今回の動画の内容に関してはですね、こちらアメリカンエクスプレスのオファーということで先着なんですよね。ですのでこの動画ね見られた方は、ひとまずですねこの動画一回閉じてください。で閉じていただいて、アメリカンエクスプレスのねアプリを開いてエントリーしてからですね、この続きね見ていただければなと思います。先着のねエントリーに入れないと、こちらね利用することができないっていう形になりますんで、この点はね注意してください。それではですね解説やっていきたいなと思います。宿泊期間がですね2021年の12月の31日までっていう風になっておりまして、エントリー必須っていう風になります。でですね、エントリーはアメリカンエクスプレスのウェブサイト、もしくはアメリカンエクスプレスのねアプリケーションでエントリーねすることができます。実際のエントリー方法はねちょっと後でね解説させていただきます。で今回のねオファーの特典は、マリオットボンボイホテルでこのね SPG アメックスで決済していただくとですね、5万円利用していただくと1万円キャッシュバックっていう風になっておりまして、期間中上限2万円までね利用することができるオファーっていった形になります。上限がね2万円までっていう風になりますんで、対象支払い金額は10万円の決済していただくと2万円ねキャッシュバックが受けられるっていった形になってるんですよね。今回ねボーナスポイントとかではなくて現金でねキャッシュバックっていう風になりますんで、かなりお得ですよね。まあちょっと10万円ということで結構ねホテル代にしてはね高いかなという風に思うわけなんですけども、まあ10万円利用していただくと、まあ2万円キャッシュバックということで8万円でね利用することができるっていった形になります。で対象ホテルはですね、公式サイトねこんな感じになっておりまして、私がね見た感じだと、マリオットボンボイホテルね日本国内に関してはニセコにあるですねリッツカールトンリザーブっていうホテルがあるんですけども、こちらとですね沖縄のマリオット以外はですね全て入っているかなという風に思います。一応ですねこのキャンペーンね利用される方はですね、公式サイトのこのページで利用していただくねホテルがあるかはですね確実にチェックしてからですね利用していただければなと思います。ということで今回のねアメリカンエクスプレスのオファーはですね、5万円利用すると1万円ねキャッシュバックが受けられるって言った形になるわけなんですけども、このオファーねいいところがですね、複数回の利用も合算 OK っていう感じなんですよね。ですので一つのホテルにですね5万円利用するねオファーっていうわけではなくてですね、いろんなホテルで利用していただいて合計金額が5万円超えていただければですね、1万円キャッシュバックが受けられるって言った形になるんですよね。ですんで期間中にね10万円いろんなところホテル泊まって10万円超えたらね2万円キャッシュバックっていった形になりますんでね、かなりねお得に利用することができますよね。でこのオファーのね注意点としてはですね、この SPG アメックスっていうのはですね iPhone にね登録することができて、 Apple Pay に、ね、登録していただくとクイックペイでね利用することができるんですよね。まあマリオットボンボイホテルでね、クイックペイで利用できるところってほとんどないと思うんですけども、まあ中にはね、あるのかもしれないですけど、私はほとんど存じ上げないんですけども、まあ今回のね、このオファーに関しては、アメリカンエクスプレスのね、オファーっていつもそうなんですけども、支払い方法をね、このクイックペイでね、支払った場合は、オファーね、対象外っていう風になりますんで、この点はね、一応覚えておいてください。またね、家族カードであったり、追加カード保有されている方もですね、こちらの利用分に関しては、このオファーね、対象外っていう風になりますんで、こちらもね覚えておいてください。でこのオファーですね、チェックアウト時にフロントディスクでこちらのね SPG アメックスをですね提示していただいて、決済していただいたもののみがね対象っていう形になりますので、ホテルに宿泊していただいてレストラン利用した場合とかですね、ルームサービスとか利用した場合、その利用金額に関してはこちらねオファーね対象っていった形になるわけなんですけども、レストランだけ利用したりですね
ね、この宿泊をね伴わない場合はですね、このキャッシュバックオファーね対象外っていう風になりますんで、この点もね覚えておいていただきたいなと思います。マリオットボンボンホテルではですね、もう去年からねずっとやってるんですけども、こういった感じでホテルバウチャーっていう割引券がね売っているんですよね。まあ最大 20% オフということで、まあこちら購入していただくとお得にね利用することができるっていうね割引券なんですけども、でこれがフロントデスクでね決済で、でまたねこちらクレジットカードでね支払うことができるので、このオファーにね利用できそうな感じがねするわけなんですけども、一応ねアメリカンエクスプレスのデスクの回答だとですね、宿泊を伴わない場合はですねオファー対象にはねならないっていう回答でしたので、この点をね覚えておいていただければなと思います。もしかしたらですね、この宿泊してバウチャーを購入してちょっとできるのかどうかはわからないですけども、この宿泊費と一緒にですねバウチャーの金額もこのまとめてね決済みたいな、まあそういったのがねもしできたらですね、こちらキャンペーン対象になるかもしれないですね。まあはっきりしたことはね言えないわけなんですけども、一応ね宿泊を伴う場合が今回のこのオファーのね対象っていう形になります。それでは次にですね、今回ねアメリカンエクスペリエンスのオファーということでエントリー方法をね一応解説ねやっていきたいなと思います。まあね一度やったことある方はねそんなに難しくないと思うんですけども、まずですねアメリカンエクスペリエンスのアプリケーションね開いていただきます。でログインしていただくとですね、下の項目にですねオファーっていうのがあると思うんですよね。でこちらのオファーをクリックしていただくとですね、今やっているねオファー一覧っていうのが出てきます。でエントリーねされてない方はこのねご登録可能なキャンペーンということで、こちらにねオファーが表示されるっていう形になります。で私はねもうエントリーしてしまいましたので、こちらのねご登録済みのキャンペーンの方にね入っているわけなんですけども、エントリーしてない方はですねこちらにね表示されるっていう形になりますんで、ここからねエントリーしていただければなと思います。ということで今回ですね SPG アメックスにねマリオットボンボンホテルのオファーということで、今回ねポイントではなくキャッシュバックでね受け取れるということで、かなりねお得に利用できるかなというふうに思いますので、ぜひねエントリーね忘れないようにしていただきたいなと思います。本日ねもう一本動画出してる方におすすめのねホテル等々も掲載ねしておりますので、まあ、そこでね利用していただくっていうのもねかなりいいのではないのかなというふうに思います。その動画もねちょっと概要欄かここら辺かここら辺で、ね、見れるようにしておきますんで、そちらもねぜひチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレートワード、マイルとボンボンホテル、ヒルトホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。